アナリクラブ第2部の始まりだ。よろしくございますか。それではこの音じゃなかったの、音消してください。え、演舞じゃなかったの。演舞ではございません。さっきの音楽聞いたらこれ戦っちゃうでしょ。ちょっと頼むよ。それに3番の部屋をやるっていうお話してますので。あ、そうかそうか、忘れてました。では改めまして、今回丹波の部屋 in タナリクラブということで始めさせていただきます。そもそもこの丹波の部屋っていうね、たまにお事情しで行っている不定期かつ大変気まぐれで行われている企画でございますけれども、なぜこのような企画をこのタナリクラブで行おうと思われたのでございますか。待ってるでしょ。え、タナリクラブ甲冑隊の深い話でしょ。びっくりしちゃってさっきので、丹波の部屋やるしかないでしょ、ね、ちょうどこの頃はね、忍城攻防戦があった時期、天正18年6月、もうそのことを振り返らずにいられないでしょ。そんでね、私は敵味方区別なく、被災者というか戦死者を弔ったんだよ。振り返らずにいられないでしょ。さすがでございます、また来たもん。よっよっよっ、高原寺海地だよっ、向こう一方。みんなごめん。はいはい、それでは皆さんで振り返ってみたいと思います。お市場成田区の皆さん集合でございます。おーおー、おー、来た来た。おお、では改めまして丹波の部屋でございます。どうぞ皆さんおかけください。グラグラだな。はい、今回始めるにあたりまして、6月の出来事を振り返るわけでございますけども、日にちも合わせてご紹介いたしますが、書物によっていろいろございます。これ諸説ございますので、あくまでもこの辺りだったという目安で覚えていただければ、ご参考にしていただければと思います。それでは始めてまいりましょう。はい、では皆さん始めますよ。まあ、のんびりね、楽しく納得できるようなお話しますから、なんとなく。はいはい、うん、なんかすごい東物口と全くテンションが変わってない、はい、ではね、まずみんなで6月の出来事を振り返っていこうと思う、うん、いいですか。まずね、忍城攻防戦に至るまで秀吉がね、関東攻めを行うと決めてから、北条方についていた成田家は、北条家の催促に応じ、親方様はじめ兵を引き連れ、小田原城の牢城に加わることになりました。覚えてるかな。その際我々はね、留守居を命じられたわけだが、坂東武者の気概を示すべく来る豊臣軍に備えていたわけでございます。そして、まあ、4月になり、石田三成率いる2万の軍勢が小田原を立ち、北上しながら次々と城を攻め落としていったわけでございます。まあ、5月末ともなれば残された城はもう数えるばかり、もう皆様ご存知かもしれませんね。そしてついにその日が来たのである。ね、6月5日、石田三成による忍城攻め開始でございます。覚えてるよね。2日後、今でいう2日後、3日後か。6月、本日3日でございますので。そうだね。今日から2日後って言って、2日後だね。今日から2日後、フォロー、覚えてるはずだよね、多分ね。忍城へね、敵が攻めて寄せてくる久々の戦にね、私は奮い立つ気持ちを抑えきれませんでした。中塚どうだった？ああ、超ビビった。まあね、まあ長塚がそういうのも超ビビった。超ビビった。今風でございますか？そうか。
超ビビったってことなんですね。超ビビった、超ビビったじゃない、流し方、そういうのも仕方ない。なんだったら超ちびったっていうのも、もうそれまずいです。うん、いい、まあそういうのも仕方がないかもしれませんね。うん、大丈夫。はい、攻め寄せてきた2万軍ね、2万の軍勢に対し迎えず、我々はね、領民も入れて2000から3000余りの兵力で戦うこと、籠城することになりました。うん、まあ明らかに数の上では勝ち目がないかもしれませんが、おのおの戦を前に様々な気持ちを抑えていた。どうだったな、行方どうだった。はい、いきなりですね。うん、私はワクワクしましたよ。さすがね、初陣だったからね、あの時のね、はいはい、敵を騙していろんな作戦を敷いたわけですね。はい、若武者さすがですね。ありがとうございます。はい、お褒めの言葉をいただいたな、いいな。まあ一応ね、今しておかないとね、いい気分ですね。はいはいはい。じゃあさっきはどうだった。はすが心配。なんで単語なの。ちょっと片言だよ。あれ台本通りか。あの頃もやっぱやってましたよ。ハスが大事だよね。だって古代からあるぐらいですからね、ハスはね。古代ハスですから。いいこと言います。戦国時代とかそういうの関係ないもんね。古代ハスが大事だもんね。いろんな意味で衝撃がありました。まあ結果として我々は戦おうということになりました。そしてね、その前、戦う前に忍城をね、そう消していたんですけどね、そんな中ね、忍城を揺るがす衝撃の事態が起きたのである。なんだなんだ、音しょぼい。はい、見える、ちょっともうちょっと前に行ってね、皆さんに見えるようにやってあげて。我々が見えればいいの、これは大丈夫ですか。はい、はい、6月7日、城代成田康末が病死、後任の城代に成田長親が就任しました。拍手なの、それはね、あんまり甘やかさないでくださいね、お願いします。ちょっとね、困ったな、もうちょっとみんなはね、聞いてくれればよかったんだけど。泉はね、この時この人選どう思ったの。え、人選、うん、どうだったこれ。いや、それ嫌だですよね。えそりゃって何でつくのよ。あれだよ、あれが状態になっちゃうんだよ。おじいちゃんがなっても変わんないだろう。いや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 、おじいちゃんがかるぞ、変わんないよ。いや、俺がもし状態になってたら、おなっていたから、おらら、それいいね。うん、うん、うん、お、まさかなっていたならば、何も天下を取っていたかもしれない。ほんと、うん、でも守ってるのにね。うん、守る方なのに天下取っちゃう。その後の話、ディフェンスのためです。そうそう、野望のためです。細かいつもり飛躍しちゃったんでしょ。はい、そうだね。ちなみに、弥一は、あ、うん、なんだその目は、なんかシーンとしちゃってるね。ハスが心配。卑怯だな。ちっちゃい声で私のハスだよっていう。ハスはあなただけのものじゃない。いや、カドローこねたよ。足軽にとって城代とかっていうのはどうなの。長近様が、うん、あの、お湯じゃなければ普段あんまり接する機会ないですね。そうだね、上も上ですよね。そうですよ、そうだね、誰でもいいんじゃないですかね。おいこら。あ、笑っちゃいけないね、私がね。どちらか問題、武将様にとっての問題だと。それでも、ね、俺も誰でもよかったかな、どっちかっていうと。あと、うん、自分がなってもよかったこと、うん、そうね。自分がなりたかっただけで、そう、結局自分がどこ行ってあげたかったんでしょ、うん、そうか。まあね、いろんな意味で衝撃があったわけだ。まあね、とにかく我々は、まあ、結束して戦うということになりました。ただ、そして我々一応勝ったんです。その一方で、三成は想像の上を行くことを仕掛けてきたのです。だからしょぼいって。6月9日、水攻めのための築堤工事が始まりました。後にね、石田堤とも呼ばれることになった、長大な堤が築かれていきました。まあ、前の方に、ね、見えるように見えるね。始まった当初は何事かと思ったがね、堤はわずか5日間で完成しました。そして丸墓山に陣を張ったね、石田三成、
まあ、彼はどのような気持ちで私たちのことを眺めていたんでしょうね。まあ気になるところであるけど、まあところがね、いざ水を引き入れてもこっちでね、押し城側にですね、こちらをね、水かさが増すことがなかったのである。さあなぜだか分かりますか。誰に聞いてるんだ。全く分かんない。はい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 、何でした、はい、その時代に、うん、昔のお話ですが、足軽の大関っていうのがいまして、全部水を飲んじゃったから、あ、体型いじるのやめましょう。体型をいじってるわけじゃないですか。しかも、あ、正解、あ、正解、ブーですね、はい、いやいや、ある意味ね、今のはね、まあ、そういうこともあったかもしれないけど、それは不正解でございます。お客様の中でどなたか、うんうん、お分かりの方いらっしゃいますか。ん、分かってる、あ、寝転がってるだけか。あ、違う違う違う、難しいかな。いらっしゃいます。どこどこ、え、ちょっと断面ちょっと行ってみて、じゃあ分かった、え、なになに、なんで水攻めがうまくいかなかった、その理由でございますが、はい、あ、すみません、2つなんですけど、1つが、うんうん、市場に立っていた土地が、うん、他の土地よりも若干高めだったことと、はい、あとは、包みが、一説にはどなたかが、包みを切ったっていうのと、あとはもともとは市場内の領民の方が、雇い入れられて作った墨だったので、意図的に手抜き工事をしたので、決壊したという。すごい、分かりやすい、素晴らしい、完璧な回答ですね。教科書通りでございます。2部始まって一番分かりやすい説明だった。私たちの説明は ね、丹波の代わりにこちらにしてお願いしたい。どなたも答えていただけないことを考えていろいろ調べておいたんですけども、はい、その通りでございますね。標高が高いというのは、今も地図を見れば、ね、地形図を見れば標高というのは出ており、等高線とか出ておりますので、それを見るとよくわかる。私も地図好きなんで、それで気づいたとございますけども、あとはさすがにその包みを壊した人もいるし、手抜き工事だったってもございます。さすがに5日間といわれる突貫工事でございましたので、この土を固めたっていう、もともと高かったところに少しずつ土を持っていったってことです。いろんなところ土を運んできて持っていったってことなので、うん、とても脆かった。中に古墳の埴輪とかも混じっていたなんて言われておりますので、大変脆かったっていうのが、理由と言われております。まあそんなこんなで水攻めはうまくいかなかったと。そうですね、まあ結局うまくいかないどころか、思わぬ事態が、起きたわけでございます。それが6月18日堤が決壊しました。なんだこの音は。タタ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 タ。一体誰の何の仕業だったのか。その後も秀吉は三成に堤の工事を続けるように命じており、まあとにかく天下人の戦をね、見せつけようとしたわけです。そうそう、こうしているうちに八方城を攻め落とした北国勢の一部も市場に合流。いや、一応笑ってないんで今ね。何方城？八方城。何方城？八方城。八方城。わかりました。大丈夫ですよ。今日は笑ってないね。今日は大丈夫。八方城をね、攻め落とした北国勢の一部も市場に合流。水攻めの一方で、周辺各地で戦いは繰り広げられていたわけでございます。そして、お市場は持ちこたえ続けていた。本当に2万対2000、3000と言われている中で、1月以上もこうやって持ちこたえ続けたということも大変すごいことだと、まあ、我ながら言ってしまいますけど、そういうことであったと。なかなか落ちない中、やっぱりだんだん他の城を攻め落としてきた、うん、でも加わってくると、うん、で特に北国勢といいますと、うん、真田親子ですか、真田親子なんか、真田親子、正幸、はい、正幸、雪村なども加わってきて、うん、いよいよ追い詰められる中でございますけど、はあ、戦いが続くと、はあはあ、まあ、本当にいよいよ戦いはクライマックスを迎えるんじゃないかというところで、6月終了でございます。6月終了、続きはね、またいつかやりましょう。はい。
これらの出来事をね、ぜひともスケジュール帳に皆様あのお出しになって書き留めておいてくださいね。何の役に立つのそれは。これはね、11月2日に映画が公開されるでしょ。その時にね、この時期を振り返った時にもう一回ノボの城を読み返したくなるでしょ。いろんな出来事、もう一回読み返したいという言葉ですが、だいたい読んでますかね。読んでるかね。それ聞いてみようか。ノボの城、まあここでね改めて聞くことじゃないと思いますけど、もちろんね、ね、読んでると思います。ノボの城を読んだことがある方挙手をお願いします。嘘。今日はリアクションできないな。今まで聞いた中で一番でございますねこれ。そうか、やっぱりほぼ全員じゃないですか。多いですね。そうですね。ちなみに丹波さん、はい、歌中隊の中で、はい、ノボの城を読んだことある人を聞いてください。あ、聞いちゃいます、聞いちゃいます。聞いてよろしいですか。そうはダメですよ。まさき様、問題をお願いいたします。はい、お市場、おもてなし甲冑隊の皆様に質問でございます。はい、はい、小説、うん、ノボの城を読んだことがある方。はい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 、はい、なんだなんだ、どうしたの、いけ、あれ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 、小説ですよ、小説、小説ですよ、漫画じゃないですよ。あれあれれれれれ、ちょっと待って。私、甲冑隊ね、結成してから、ずっといますけども、うん、読んだことないかな。正直に言いますよ、うん、私、うん、ノボの城、読んでおりません。信じられない。中隊発表のままでやってこれない。ここで、その癖、その癖ですよ。私、和田先生にサインももらっております。読んだくりして、ね、でも、でもです、うん、でも、うん、でも私、漫画を読みましたから。漫画ね、漫画ね、漫画ね、まあね、でも一応自分の名前が出てくるところだけは読んだんだよね。はい、うちらの面々が出てくるところは読みました。うん、はい、まあね、現代に蘇ってるからね。本気でお客さん引いてるんですけど。ごめんね、こんないきなりこんな爆弾来ると思わなかったですよ。げんなりしてますよ、全部のお客さん。できればここだけの話にしておいてもらえます。じゃあ、そうですね。じゃあ、今月ちょっと時間ください。今月今月中に読むっていうことですよね。おう、おう。報告あるかもしれないですね。報告は、次のね、じゃあ次の棚にくらい。そうだね。もう一回聞いて、次の棚にくらい。不定企画でございます、これはいつかね、何らかの形でね、発表されるかもしれませんね。ではこれにて丹波の部屋を終了いたします。皆様ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。重大発表がありましたね。重大発表がありますって、これなのかどうなのか分かりませんが、すごい事実が分かってしまったところで、また大変なことでテンションを取り戻して、一部でもやりました。また、クイズ大会の方に戻っていこうと思います。バラバラ、何をやっていいかが全くわからない状態になってしまいましたが、続いて、第2部の方では1問目、私成田長近からの出題をさせていただきます。じゃあこれを失礼。ありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、この操作を。これマイク持ってるとさ、そう。いいじゃないですか。分かった、使い方が分かりました。ではですね、私成田長近のブログから読み取れるクイズを出題させていただこうと思うんですが、まず私、皆さんがご存知のようにお市場おもてなし甲冑隊、お市場成田君の大将成田長近はとても博学でございますよね。うん、ほらまた微妙なこと言ったこれと自称を持っておりますが、こんな博学な成田長近、以前去年の7月頃のブログである言葉の語源について説明をしております。成長という言葉があるのですが、成長という言葉、一般的には一人前になるだとか一つ上の段階に行くという意味を示す成長という言葉の語源はさて何でしょうかというのが問題です。では分かる方、ブログの中に入っています、この答え分かる方、手を挙げてください。おお、また手が上がった。これは結構難しいと思うよ。2、3、4、5、5人ぐらいいます。雑ちょっと難しいですね。
広辞苑にはなかなか載っていない語源でございます。成長、成長、まあ、ある意味間違ってはいなかった。間違っていないです。ある意味ね、諸説いろいろあります、うん、成長、どういう言葉を書くかしっかり考えていただいて、字だ、字かな、字が、字から読み取れると思います。こちらのうちを挙げてる方に聞いたと思います面白いポーズしてましたね、さっきさん。じゃあ、はい、私がブログで成長という言葉の語源を説明した回がありますが、さて成長という言葉の語源は何ですか？成田長近。大正解！素晴らしい。大正解でございます。顎でおっしゃった。素晴らしい。よくご存知でございます。今、あ、ボタンだったな。今正解してくださった方にはその時のブログの模様とこのように成田長近、略して成長となっております。皆さんご存じないかもしれませんが、行田ではみんなこう思っておりますこんなことを勝手に言っていいのか分かりませんか。思ってないですよ。思ってないです。これはじゃあまずプレゼントとして、だから何を細々して、まず味ごたえしてますよ大将だぞ。すいません、出た新ギャグ最近やってるやつ、意外だな。押しますね。おめでとうございます。おめでとうございます。だからここら辺ではね、小学生とかちっちゃい子に、ああ、ずいぶん大きくなったね、成長したねっていうことは、ああ、だんだんあなたも成田長近に近づいてきたねっていう言葉を示しているんですね。大変だ。これはどういう、マイナス要素だよ。褒め言葉だよ。いや、多分、親は喜ばない。俺もそう思う。俺もそう思う。親御さんの顔見てみましょうかね。だからここもよく、ね、お子さんが前からよく来るわけですよね。だんだん、我々も子供の成長を見ながら、だんだん、成田長近に近づいてきているんだなと、ニヤニヤしながら手を振ってるお母さんがいたけど、いやいやいや、違う違う、嬉しい、嬉しい限りでございます。皆さんも喜んで成長という言葉を使ってこの語源を広めていってください。それでは2問目はダンベちゃん。はい、はい、お待たせしました。はい、よろしくお願いいたします。ブログにちなんだ問題ということで、うちのブログ本当にあることないこと書いておりますけども、こうやって、いや、やっぱり観光 PR と役目を担っておりますので、ちゃんとあることもたくさん書かないといけないということで、明らかに私のこともないことを言ってるみたいな諸説、諸説でございますね、そこはね、諸説ありますけども、はい、観光 PR ということで、かっていうたら部長とは違う行田市内いろんなところもあって報告、ご報告を上げさせていただいております。特にあの施設行って体験をしたりとか、そういったご報告もよく書いておるわけですけども、私もそういった中で取材に参加させていただいて、いろいろ体験させていただきました。そこでですね、問題は、今から挙げる体験のうち、私がまだ体験してないものはどれかということでございます。一つ目は、さっき弥一が話していた、埴輪の館での埴輪を作り体験。二つ目は、藍染体験工房巻停車での藍染体験。三つ目は、先友古墳公園、先友史跡の博物館での古代体験、火起こしに挑戦という体験がございました。この3つのうち、私がまだ体験していないものって何かご存知の方いらっしゃいますか？手を挙げてください。三択だから、多分三択だからですね、きっと。結婚、本当に三択かな。結婚、結婚経験、結婚離婚、あ、年齢制限引っかかってるか、離婚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 、さっき後ろの方当てましたもんね。まあ、三択とはいえ、こうやって挙げていただけると大変ありがたい、嬉しいでございます。はい、埴輪作り、藍染め体験、古代体験、火起こしに挑戦のうち、私がまだ体験してないものはどれかな。どうしよう。ダンベにそれほど興味がないって言ってるそりゃそうだよな、ね、読める。ハニーは正解です。正解でございます。よく知ってるね。そのこといたしまして、これが藍染めやってる私、はい、藍染めやっております。はい、どうでもいいな。なんか自分だけ写真あるのずるいですね。一人だけ、自分だけ資料用意した。自分だけ写真あった。みんなそれぞれ用意したでしょ。でみんなラミネートとか作ってるから。後でミーティングです。はい、全然こっちの方で火起こしてる俺、はい、こんな感じで火起こしてる俺、はい、まあ、こんな感じで、ただ埴輪作りやってないということでね、写真ございません。
正解したお嬢様には、はい、こちら、その時私が染めた手ぬぐいでございます。おお、豪華。金目がね、使ってなかった。使ったがだいぶ。いや、臭そうだな。臭くない。臭くないし。臭くないし、逆に洗いすぎて色落ちてるし。うん、色落ちてますね。ごめんなさい、色が落ちてしまっているので、ぜひぜひ、染め直しを。巻き転写、一度ね、閉まってしまいましたけど、土日限定で開くようになっておりますので、実は営業時間ちょっと短くなってしまいましたが、土曜日、日曜日の10時から3時まで今体験はできますので、ぜひぜひ皆さんもご利用なさってはいかがかと思います。はい、まあ、いろいろ体験しておりますけども、さっきもあの時藍染め一緒にやったじゃないですか。あ、やりましたね。どう、楽しかったか。楽しかったです。やっぱり匂いがいい匂いその言い方はなんか匂いがなんかまとめた感じな言い方だった時だよ。匂いが嫌いろんな柄作れるんですね。自分でビー玉とかな、ビー玉とかビー玉とか玉ばっかな。ビー玉で私は作ったんですけど、すごい輪ゴムで縛ったりね。そう、輪ゴムで作ったり、はい、あ、輪ゴムでビー玉を絞って、輪ゴムでビー玉を絞る。まあ、とにかくその時しか作れない一点物、とにかく毎回一点物の手ぬぐいができるってことは楽しいわけでございます。そうなんですよ、はい、でもう一つの古代体験、火起こしやったわけでございますけど、その時は柴崎さんもご一緒に行きまして行きましたよね。行きましたよ。行きましたね。そういえば教えたでしょ。そういえば、ね、古代体験やったかってこんな感じで思い出しました。なりましたね、古代人に。それは私でしょうか。私、古代人っていうか原人じゃないですか。それはかなり遡った感じがしますけど。そうですね、泉に似てるね。リアリティがたっぷりございますね。確か、はい、なんか魂が乗り移ったんですね。確かに、ね、見た子的な、うん、そうだね、こういう格好してるんだ。そういう能力もあるんだよ。ご覧になりたい方は後で言ってください。後で今日ブログで、ね、ブログでね、ブログで。はい、まあいろいろこれ、これは県民の日に行っていた火おこしとどんぐりの茎食べたりとかそういう体験でございますけども、古代体験自体はですね、結構定期的に毎月ぐらいやっていて、古代人の衣装とか着られたりして、滝玉島に出てくる人みたいな、ああいう感じの衣装とかも着られたりして楽しいと思います。ぜひぜひ体験してみてください。これからも、まあ、まだまだ体験してないものあると思うので、どんどんそれを報告して皆さんにもお知らせしていただければなと思っております。はい、私からの問題は以上でございました。ありがとうございました。はい、まだまだクイズは続きますが、次はどなたでございましょうか。私か。はい。お、では私から出題したいと思います。去年の、いつぐらいだったっけな、今ぐらい暑い時期だったっけな、ちょっと某所にいてですね、槍の稽古というか剣術の修行をしておりました。密閉された空間で一人でね、気持ちよくて、でついね、居眠りをしてしまいました。はい、で気持ちよく眠っていかんいかんと目を覚ました時に、私の顔の元にあるものが置いてありました。それはゼリー、それは、あ、それはクイズ、それはクイズじゃない、それはクイズじゃない。危ないね、僕一応私に言わせてください。ね、ゼリーフライ風ランチパックというね、皆様、うん、何何、ランチパック餃子ゼリーフライ、ランチパック、ランチパックゼリーフライ風か、去年のね、うん、去年 B1 グランプリが餃子市で行われましたが、まあ、ちょうどその期間の手前ぐらいかなっていたのは、それが置かれておりました。さてそこで問題です。私の顔の元にそれを置いていった犯人は誰でしょうか。それが問題でございます。犯人扱いなんですね。そうだよ、そうだよ。犯罪、何罪、何罪。俺はびっくりしたよ。そうだ、さすがにね。わかる人。あ、これはね、わかんない方にね、ブログカチカチっとしてね、去年のね、5、6、7のどれかの月なんで、いっすよ。アバウトなことが多いね、丹波ちゃん。あんまりね、具体的にわかっちゃうとね。あ、それでもすぐ開けてくださる方。早いね。じゃあこちらの方に、こちらの方に、こちらの女性に、はい、じゃあもう一度問題をお願いします。さあ、私の顔の元にゼリーフライフランチパックを置いていた犯人は誰でしょうか。はい、泉さん。泉さん、おめでとうございます。
ブーって言ったときは。いや、ね、あんまりね、ちょっと犯人だったんでね。では、ぜひプレゼントを受け取っていただきたいと思います。あんまり犯人だったんだね。うん、なんであんまり犯人だ、どういう意味なのよ。あんまり犯人。あんまり犯人。すごい犯人。さあ、プレゼントなんですが、こちらでございます。私が、ランチパック、餃子ゼリーフライ風を手に入れた時の衝撃的瞬間と、そのラミネートでございます。ちょうど頭の上に寝癖がついてて、なんか本当に証拠物件みたいになってる。そう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 。泉のね、犯人って言っていいんだか分かんないんだけど、食べたらとっても美味しかったので、賞味期限毎日切れてなかったので、まあ一応犯人って言ってしまいましたが、ね、あれ確かね、うん、お市場のどっか裏門かどっかに落っことしたやつ、うん、違ったっけ、なんだっけ、どこだったっけな、そんなものだったの、だったような気がした。曖昧、うん、一応ね、お腹は壊さなかったから、もう次からやめてね、うんうん、壊しちゃえばよかったろう。じゃあこちらをお客様にプレゼントしてあげてください。で、ぜひ捨てないで、2日ぐらいは撮っといてくださいね。すいません、写真で写らなくて。そうですね、売ってないからね。はい、おめでとうございます。私からの期待はおめでとうございます。でで、は最後に甲冑隊のクイズを、どなたか、私ですよ、八一くんに、ではお願いいたします。はい、だらだらと続いておりましたクイズ大会もこれで最後でございます。やった、なんか引っかかってるけど大丈夫、大丈夫ですよ、僕動かないからこれ、うん、この問題に正解しますと、うん、いや、それは その方がやっぱり最後だから、最後のものがポイントが2倍になりますっていう。ポイント上がってきたの？なんの？来週ボンさんにありがてだけど。ポイント貯めようとしないじゃん。ごめんなさい。出まかせ言いました。はい、多いな。もう正解？すごいな。敏感なのそれ。ズバリですね。我々お市場おもてなし甲冑隊が結成されたのは何年の何月何日でしょうか？お。天正18年。お、古っ。懐かしい。この問題の商品は結構いいですね。そうですよ。すごいな。すごい商品。先に説明した方がいいよ。あ、そうですか。今までの流れだとどうせ大したもんじゃないんだろうっていう。これ僕出してもらえるんですか。重いですよ。重い。なんだなんだなんだ。今回の商品は、これ見たことある人いらっしゃいますか。推し伝説の、ラミールとしてあるんですけど、去年の12月23日に関ヶ原の皆さんが来た時に、長塚様の両脇で姫と幸恵様が見せてたんだよね。幸恵くんがボロボロ落っことしてた。そうですね、そうです、あんまり思えないですね。ラミネート済み複製紙芝居でございます。これをなんとドドンと差し上げてしまおうという。ドドンドドンかドドンドとね、ちょっと邪魔ですけど、そう、持ち運びがフェアリティが高いですよ、はい、ちゃんと紐で縛ったから大丈夫。はい、じゃあ行っちゃいましょうか。我々古いんですよね、武将隊としては。そうですよ、実はですね、ボランティアじゃない武将隊としては日本で2番目に結成されたって言ったら古そうに聞こえますよね。まあそうですね、伊達さんとか。そうです、山形とかの同時期、同時期ですけど、実はね、あ、後ろの方で手を挙げてる方が、手を挙げてない。これプレゼントがいいからちょっと悩みますね。ちょっとどうしようかな。ちょっと元気に手挙げたかった。元気に手挙げたかった。みんな元気に手挙げてるよ。どうしよう。あー、ちょっと、ちょっと余計迷ってるやん。余計迷ってる。前の方もいるよ、前の方も。何をせこてこしてるの。はい。じゃあ、今一度ヤイジ殿の問題を。どうぞ。あ、我々お市場おもてなし隊が、あ、お市場おもてなし甲冑隊ね、お市場おもてなし甲冑隊が結成されたのは、何年何月何日でしょうか。それさっき俺言った2010年7月25日。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいですね。そこまでにですよ。我々もろくに覚えてなかったですよね。私のことは忘れました。お市場、違う違う、行田市の夏の風物詩という人、風物詩として有名な風物詩として有名な浮代祭りっていうイベントがありまして、そちらのメインステージの方で土砂降りの後我々デビューさせていただきました。
ね。そうですね。その時に行った演舞が出陣の舞ですね、はい。今でもたまにしますけど。そう。全員上がったんですよね、ステージに。小芝居しましたよね。足軽が。小芝居しましたよね、足軽も出て。うん、あ、なんだったの。竹槍持っちゃったりとかしてね。うん、なかなかいい思い出ですね、はい。あ、ごめんね。それを生で見た方とかどれぐらいいらっしゃるんでしょうね。あ、なんとなんと。の時を。一人か。一人。もう一回ちゃんと聞きますよ。今年の我々おしじおもたなし歌中隊のデビューのステージをご覧になられたお客様、挙手で。一人。よかった。そうなんです。見てくださったから。あの日はすごい天気だったからね。ねこれどうぞどうぞ大変なくらいね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。こんだけたくさんお客様がいらっしゃるのお一人と素晴らしいですね。すごいね。よかった。あ、そういうところを高く積もった。こんな感じでございます。いいかな、決めちゃいますよ。では長塚様どうぞ。はい。また何を言い出すか。いきなり何を言い出すか。私はいっちゃいられましたので、カッチ隊のクイズは。これぐらいとさせていただきまして、だらだらと続いてきました、たなりクラブこれぐらいで終わりにさせていただこうと思いますが、また、最後に演目を皆さんに見ていただこうと思っております。最後でございます。どうもありがとうございます。こうやって気を使ってくださってる皆様のおかげで、なんとかお市場おもてなし歌中隊結成当時見た方はこの中に一人しかいませんでしたが、徐々にこれを今回の第1回たなりクラブを参加した人で、今年の暮れぐらいに聞いたら何人ぐらいそこまで今日のお客さんが残ってくださっているのかちょっと不安ですが、今日のこの内容でなんとか皆様を手放さないように魅力をいろんな形で発信していければなと思います。それではこの後最後に皆さんに見ていただきます演目は、今年度になって新たに作りました成田家筆頭三家老という演目でございまして、成田家に仕える三家老が我こそは一番だと競い合う、そして誰が筆頭家老なのかという演目ではございますが、私が思うに誰が一番というわけではなくて、3人でやっと成田家を支えられたんではなかろうか。ちょっと待ってよ、3人で私入ってないな3人揃って筆頭家老ではなかろうかという、成田家筆頭三家老というそういうものを描いた演目を皆さんに見ていただこうと思います。どうぞごゆるりとご覧くださいませ。Thank you.
どうも長い間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。で、今後の推し城おもてなし甲冑隊の活動について少しだけ説明をさせていただこうと思いますが、来週は、土曜日は推し城の方に移りますが、日曜日6月10日ハンバート in 行田の田植え式ということで、我々推し城おもてなし甲冑隊午前中そちらの方に出ておりまして、午後からの推し城出陣となっております。またまだホームページ、ブログの方では公開していないかと思いますが、6月の下旬の29日の金曜日、ここは大宮駅の方に出陣をいたします。時間などはまだ決まっておりませんが、お時間ありましたらぜひそちらの方も盛り上げに、一緒に我々のパフォーマンスを見たり、一緒に盛り上げて桜になるために、一緒に行動を盛り上げるためにいらしてください。そしてさらにもうちょっと先、8月まだこれもはっきりはしていませんが、新潟で行われる謙信公祭りに行く予定でおりますので、ぜひそちらの方も気にしてみてください。そして一番最初から案内しておりますブラッド行田の方ですが、頭にも言いましたが4時までですので、今日終わってぜひもう少ししか時間ありませんけど、お時間あればそちらの方も覗いてください。で、これで本当に最後になりますが、最後にもう一度一番最初に見ていただきました、後日 YouTube で公開しますブラッド行田 CM を見ていただきまして、本日のたなりクラブは終了とさせていただこうと思います。本当に最後まで長い時間ありがとうございました。行田市を盛り上げるべく活動してまいります。皆様のお力添えのほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。今後もどうぞお気をつけてお帰りください。本日は田中クラブへのご参加誠にありがとうございました。